なんと登録者が8万人になりました。ありがとうございます。ねえ、やっぱ登録者が8万人にいったということで、いや嬉しいですね。なんやかんやね、最初のね、 YouTuber 始める前とかだと、もう始めてからまあ1年後とかに1万人ぐらいいったらもう最高だな、そんなんだったらもう俺やばくね、やばすぎじゃねと思ったら、その8倍いってますから。海洋圏だったら体バラバラになっちゃうんじゃねえかっていうくらい伸びちゃってるんですけど、いや本当にね、皆さんありがとうございますね。ね、まあ登録者8万人になったわけですよ。で、今回がね、要は登録者8万人だった令和チャンネルの一発目の企画なんですよ。ここのね、8万人のタイミングで勢いに乗れれば、もうその10万人までもそのままの勢いで到達してしまうわけですよ。この動画めちゃくちゃ大事なんですよ。で、そんなタイミングで僕が持ってきた動画、渾身の企画がこれ！ネタないから普通に売れ！ネタない！いや、あるよ、あるけど、なんかちょっといろいろね、今日すごいたくさん動画を撮ったんですよ。で、たくさん動画撮って、もうすごい疲れてるんで、普通にウィレさせてください。ガチスカとかじゃなくて、単純に、俺ね、ウィニングレブやるときの楽しみ方って、まあガチスカもあるけど、そんな中でいろんな監督使って、なんかわー楽しみみたいなね、そういうことやってるわけですよ。それ見てください。ただありのままの俺を。ありのままの俺を見てください。俺も頑張りますよ、だから今日。だから、登録者8万人のタイミングで、絶対こっから気合入れて頑張んなきゃいけないなっていうタイミングで休むっていう。フルマラソン走ってラストの2キロのところで急に減速するみたいな、そんなことやります。はい。なんかたまにはいいかなと思って、サボろうみたいな。サボろうみたいな。でもよ、いいでしょ？動画出さなくてもいいんだよ、別に。それで動画出してるから褒めて俺のこと。新しくなったタイプのポゼッションの方のコロナのね、これね、使っていこうかなと思ってるんですよ。これね、楽しいですよね、コロナとか。最近僕の中で大ハマりしてまして、じっくりじわじわ攻めたりとか、あとね、センターフォワードのネイマールでなんかダブルタッチでボールゴリゴリするのがすんげえ楽しいから、まあそういうのも見てほしい。ただ、令和チャンネルがわちゃわちゃしてるとこ見ろ。今、パフォーマーから動物園の動物に変わった、俺は。普段はパフォーマーやってます。今日は動物園の動物やります。はい。こういうのね、使って組んでるわけです。だから今回こういうのやんないよ。普通にサブ見せるよ。サブってか普通に見せるよ、ちなみに。まあ、逆に言えば、8万人になっても、こういうクソみたいな動画というか、ね、質の低い動画とかも出し続けるよっていう、令和チャンネルはいつまでもみんなの令和チャンネルだよっていうのを、皆さんにね、確認していただいて、皆さんがホッとするというか、あ、よかった。あの子の令和チャンネルはまだいるなっていうね。そういうね、そういう回にしていこうかなと思ってます。はい。じゃあやっていきましょう。まずはお前の調子を、見せろー。バカ調子いいな。お前ら普段それやれよ。いや、ニコラペペとか持っとるからな。絶対なんかダブルタッチ持ってからゴネゴネゴネってくるような。ああいうのキモいです。やめてください。ダブルタッチゴネゴネやめてください。さあ、これはね、とにかくサイドバックを置いてるわけやから、守備が非常に難しいんじゃけれども、それを勝る、それをカバーして余りある攻撃力を皆さんに見せていこうというわけですよ。圧倒的なボールキープを見せてやるぜ。ここでボールを取らなきゃ俺たちは男は廃れる。よし。やっぱクリバリってやばいな。バリオス、クレフ。はい、ザニオロ。これザニオロがマジ神だから。いや、たまらん。で、カンテがちょっと開く。ネイマールダブルタッチで。あ、もう行ったな、これ。ちょっとダブルタッチして、こっちー。はーい。カンテ、ナイスじゃないっすね。いいですね。だから、気合は入って、そう、カンテ、お前気合が入ってんだよな。そう、頑張ってる人間に対して、何やってんだと言わないから、カンテ。いい。偉い。可愛い。そしてカンテは何と言っても。何と言ってもカンテ可愛い。そう、カンテが可愛いって俺言ってっけどさ、世界的にもカンテって可愛らしい。あ、待って。うわ、プネ、ラッキー、打ち上げた。ヘディングも6人的にセンターフォワード置いてんのか、それでサッカーできんのかって、俺のセンターフォワードネイマールだったら何も言えん。マジ、バリオスとかいう神をどうにかしてくださいよ、皆さん。改めて気づいたよ。今回のこの、なんか、新しい釣り画とか。危ない。絶対無理。ハート折った、すっげえ。やばザニオールとかいうやつ。くん、ほい。ネイマール。で、ここで、ダブルタッチ、パーン神、あカメラ回したら急にさ、緊張するのやめてくれ、マジで。素人童貞みたいなことせんといてくれ、頼むわ。やろうが、前から積極的に行ってやるぜ。あー、ダブルタッチ、ダブルタッチ返してきたな。いや、ここね、そう、ダブルタッチかもしたら急になんか俺もダブルタッチできるし、みたいな感じでダブルタッチしてくんのよ。やめろって、お前無理すんだよ、そんな。そんな無理すんだって。なんかイケイケサークル入ったから無理やり金髪してみました、みたいな。やめろって、そういうの。いいか？本当にできるやつがやるものはダブルタッチだね。あれやばいな、これ、煽り合い始まってんな。やばい。ダブルタッチ、あーやばい。これダブルタッチ抜かれたらめっちゃきつい。危ねえ、ナイス。クリバリというか俺、クリバリを操作した俺、エネミーコントローラー持ってる俺だ。すごいのは。サネッティ、ドーン、カンテが中にシューン、バリオス一発、うんま、バリオスのパス、えぐ。ねえ、まるこっち、うまい。で、この釣りが、あれあれなんかスピードに乗ってねえな。クライフさんがちょっとパス適当にやってんのはよくねえな、あれな。ああいうレジェンドにはならないでおこう。適当にパス出すやつ。はい、ダニオーロがちょっとやばいな。貢献度高すぎる。あ、やったよ、お前。無駄なダブルタッチやめる。人を傷つけるぞ、それは。43分か、なるほど。これは行きたいっすね、一発。ドカンと一発。これネイマールがしっかりボール持って、ボール持って、ダニオーロ出して、ダニオーロから出して、あお前ら容赦ねえとき容赦ねえよな。いや、なんか、この審判うざくない？なんか、コーナーキックだけ超好きじゃない？
なんか中盤でボール持ってるとき、業者だけ上鳴らすけどさ、コーナーキックだけでか、あ、コーナーキック見てから上鳴らすのやめようってやめるじゃん。うざくね。あ、ネドベドぶち込もうっと、ネドベドぶち込んで、たまにネドベドがね、ここで使えたりするんですよね。これも見せていこう。こういうネドベドもいるんだよってことを皆さんに教えてあげましょう。メッシー、ショー、ビダル、はい、ビダル、ネイマール、はい、間違えた。いや、このスカット、バリオスさん、あ、完璧。あ、ごめん、なんでもなかった。ごめん、今のカット。はい、ネドベド、そう、ネドベドこれが効く。しっかりボールキープして、ここだ、ネバートン、わら足ポンってやるだけでいいじゃん。カンテっていう男も軽くて使いやすいな。使いやすい。はい、カンテ最高。何お前のそのアグレッシブはやりすぎ。やりすぎ。アグレッシブがすぎるぞ。何やろ。この流れるような攻め、いい。ビアル来た、素晴らしい。これ独走状態ビアル。ビアルが5人を引き連れて、引き連れて、ここザリオのドーン。ユーたち、ブラジャー、それならいくら攻めるでもいい。はい、ゴーネマル、ここでクリア、グニグニグニ、よほほ、さすがだぜ。一人で攻撃しなきゃいけない時間帯あるじゃん。一回ネイマルここでザ・ワールドって時止めれるから。これ打ってみようかな。いや、いや待て、落ち着け。下げろ下げろ。こんなの下げろ。こんなのわざわざ攻める必要ないから、こんなの。こんな敵のね、やりたいようにやられる必要ないから。待って、今何今何、ネイマールがレベル2になったんだけど、今の何、え、今の何、え、ちょ待って、今の何、リブレ見て。これ何、これ何、え、今の何、え、何やろ、なんかエラチコダブルダッチ、足裏コントロールプラス何か、あのプラス何か何、いくね、これ。はい、ザニオーロ、ネイマールずっとーん。打てよ、ちゃんと。あー、バールもらっちゃってるよ、ザニオーロさんが。何でもできちゃうんだな、この子はな。ほんと好きだわ、マジで。やっべ。初めてできた。あ、やばい。何これ。いじめちゃんただの。やばい、クリバリ、落ち着け。はい、クリバリのリーチ長すぎんか、ちょっと。ビダル、はい、ネドベド、はい、ネイマールがこっち行って、ゴー、ザニオーロ、ザン。消えてったザニオーロが、花火のように、スッと消えた。バリオス、バカが、ふざけるな、優秀すぎるだろ、給料倍払えて、あいつだけ。あー、俺死んだ方がいいんだ、これは。死ぬわ、俺死んでわびるわ。うえ、なーん、なん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 、キャンベル戻れ。ナイス、ソロキャンベル、お前めっちゃ走ったぞ。何やってんの、あいつ。誰弾き出したやつ、ふざけんな。おい、バカ、バカ、あー危ない、されて、あー頑張った。てかめっちゃ足出すね。すげえ、うちの高校みたいな守備してるみんな。とりあえず最後に足出すときは誰も怒られねえみたいな。厳しめの部活動あるある。スライディングしときは怒られない。ちくしょう。カンデー、カンデー、トラークリバリナイス。すげえ、サッカーやってねえじゃん。フィジカルでゴリ押しすぎだろ、あいつさすがに。仲間が引くわ、お前のフィジカルに。出てろ。スタン、惜しい。うん。よろしいね。今回の企画の趣旨に合った非常にいい動画撮れてますね。ただただほっこりしてください、皆さん。レーティング1261。これは勝てるよ !NOW! よし、え、ネドベド調子いいんか、どうしようかな。アラバとかでも全然いいんですけど。あえてネドベドでーこの野郎、ネドベド使ったれー。そんな感じで相手はどうですか ?4312。そう、このフェルナンド・サントスをぶっ倒すためにこのスカットは構築されてる。行くぞ。ネイマル落ち着いて、クライフ。じっくり行こう、じっくり。じっくりじわじわ。じっくりじわじわ行こう。じっくりじわじわ。じっくりじわじわ。ナイス。うわ、危な。うわー。うわー。うわー、裏来る。やめてくれー。うわー。ニョールにもっと高い位置取ってほしいな。ニョール。でもいい位置だな。ここはここでいい位置だな。ボール回しが今必要。え、来た。ここ。で、ここでネイマルが。ダメだった。あとこれネイマルが一回ボール持って。あ、ナイスバリオス。素晴らしい。バリオスゾーン来ましたね、これは。よし、うちの柱だ、お前が。あ、一気に立て。カンカンって、ザニオロ落として、待てよ。で、ザニオロもう一回使って、ここで、そう、素晴らしい、サン。空振りすんな、バカが。うん。スーパースタークリバリ、くわー、やべえ、体だけは透過したパイプ、たばん、ぷた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 んだ。手を得る。立てね。そう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 。ザニオロ一回当てよ。うん、うん、ネイマール。ダブルタッチね。そうそうそう。で、ここね。で、クライブが、中向いて、コンカズデーン、シャー。ブラジャー、サネチンコ、中出して、うん、バリオスいいよ。こうだな。うん、で、いった、ナイスグラーザル、ザニオールだ。バケモンナイス、リアクソ欲しい。まずこうだな。で、ザニオール出して、うん、落ち着いてる。落ち着いてるね。うわー、ネイマールのセンスにかけた、今。ちょうどなんか、ネドベレが追いつくかなぐらいの。たまにあるよね。スルーパス出すときに、なんかセンスにかけるやつ、そいつの。サネッティ、
仕事しすぎ、お前は。休め、今すぐ有給取れ。じゃないと老期に怒られる。はい、あっち。バリオス邪魔すんな。なんでお前土地入っちゃったの。やめろバカ、ふざけんな。なんだこれ、渋谷のキャッチか。間入ってくんな。ちょ、やべ、あーじっくり回す。俺が絶対に点が取れるパターンがあるよ、それに持ってく。だから時間がないから持ってくのやめます。カンテ、はい、ネイマール、クレフ、完璧。はあさらに攻撃力を高めるために残余の CMF、 そしてクライフ、カイハベルス、これでいこう。これディフェンス陣に関しては頑張ってもらおう。そこは気合でなんとかしてくれ。以上だ。おつけおつけ。俺たちはゆっくり攻める権利がある。なぜならボールを持ってるから。こうだ、来た、バッ、んバスタイム、何何のこと、事故りに行った。何当たりや、え、バスでめっちゃ多いだよそれ。ここ、え、違う、くれだ、スルーパスやってると思ったらバーストしてた。やっべやっべ、ザニオロ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 、やべ、日村原始みたいになってる。オロオロ、危ない。めっちゃパスコースなくない、どうする、あっち行こう。バリオス、フランパ、クロ、あ、何これ。な、何これ、何この取られ方、意味わからん。バリオス頑張れ、戻れ、それってお前の全てがかかってる。ありがとう。俺らかよ、今のわかんねえだろ。ザ痛み分けみたいなプレイじゃん。お互い道からぶつけて、よくお前そこでさ白黒はっきりつけたな。審判いきます、弾きます。うわ、逆転して、逆転してよ、逆転して。どんなルンマの押し込みです。ザリオロ、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 ライス、ライス、ライス、クレフ、ういで、バスで掛けると思わせて、シャン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 、うん。パチスロでなんかリーチミスった時みたいになった。やっべ、これやばい、ナイス、ソロキャンベル。まだあるぞ、まだ超超あるぞ。お、言ってんな、バス点が。ほい。で、ここで、こっち、シャリャーターステップ、恥ずかしいから。皆さんは知らないでしょ、このデビッド・ベッカム OMF がいかに面白いかをね。多分コーナーキックを俺のバス点に蹴って、お願い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 。普通に蹴んな、おもんないの。しょうもな、こいつ。まだ88分だろ。これ、ロスタイム試合でいけるぞ。そのためには、まずバス点が勝つことが絶対に必須。ここで全てが決まる、タイム、ナイス、コブラ、全然違った、やっちゃった。あ、俺、あとやっぱり、拾え、拾え、ナイス、間に合え、あー、しまった。もう出すしかなかったんだ。当たった。あー、おもろ、無心で上にした。じゃあな。